両家政は中華民国の軍人、国民革命軍の軍人、候補陸軍軍艦学校第1期を卒業し、国民革命軍に加入して、統制や北伐に従軍した。1930年、第2子、第2旅、福旅、長兼第4弾団長として、中原大戦を戦う。1932年、第83子。 第247度々町に昇進し、翌年の頂上戦役に参加、古北口南天門で日本軍を迎撃した。1933年9月、第92市市町に昇進し、中国共産党の第5次包囲総統作戦に従軍、追撃に際して器用に駐屯している。その後、 軍事委員会委員会自重室参謀に展示、1935年4月に陸軍少将区組を授与された。翌1936年9月、軍政部府となり、陸軍大学第3期で学習している。日中戦争が勃発すると、両家政は予備第4市中上市長され、武漢防衛戦を戦う。1939年1月に、第25軍副軍長。 7月には、第10軍中将軍長剣、戦闘高難岸葬式へと昇進した。1940年、第4戦区政治部主任に起用され、1942年には、中央訓練団大会長に転じている。同年には、第1集団軍副総司令に任命され、中国遠征軍の一員として、ミャンマー入りした。1943年4月、 第11集団軍副総司令に昇進し、さらに軍事委員会中典幹部訓練団、教育長も兼任して、中国遠征軍と中国陸軍総司令部に所属する各級士官の訓練を担当している。1944年2月、第20集団軍副総司令に転じた。日中戦争終結後の1945年12月、両家政は、 東北保安司令部副司令長官として、東北へ赴任した。翌1946年6月、吉林省政府主席代理に任ぜられ、同年10月に正式に就任している。1947年5月、基地東兵団司令官も兼任した。1948年1月、東北総秘総司令部副総司令に任ぜられ、さらに、 長春水税公所主任と信用防止指令も兼ねる。しかし、両親戦役では中国人民解放軍を相手に劣勢となり、信用化落直前に張りは、信用を脱出、南返した。1949年、関東省水税公所副主任に任ぜられたが、国境内戦の最終的敗北とともに台湾へ逃れている。百九十九年、死去。 去年96、ありがとうございます。